はい、ドラゴンクエスト10実況プレイのパート81やっていきますと。よいしょ。今回からランガオの、サブクエストの消化ということで、進めてまいりましょう。どこだ？尊王の家。今更なんだよな。まあね、スタート地点の村だからしょうがないんだけどね。さて。ではでは。そう、お戻りか。違ったか。お前は旅の者だな。うん。鍋というのか。実は、このランガオ村の尊王であるクリフゲエン様が、帰りの遅い村人を探しに村、雪山に行ったまま戻ってこないのだ。尊王は、お父さんを探しに行ったの。お父さんが帰ってこないのって、私が行ったらすぐに連れ戻してくるから、お前は心配しないで待ってろ、ガハハって。村の者が雪山から戻らない時に、尊王が捜索に行くのはよくあることだが、これほど帰りが遅いのは初めてなのだ。考えたくはないが、孫王の身に何かあったのかもしれん。すまないが、孫王を探しに雪山に行ってくれないか。よし。お、本当か。おいに行けぞ。お父さんは今日はラギセス源の方に行くって言ってました。街で売れる素材を取るんだって。孫王にもそう伝えたから、そっちの方に行けばきっと二人に会えるはずです。ラギセス源はランガオ山地の東端から北へ抜けたところにある。厳しい雪原だ。そこへ行くならこれを持って行ってくれ。ああ、ヌークソー。この世界にもヌークソーあるんだ。それは雪山で体力を奪われぬよう、体を温めるための薬草の一種だ。もしも孫王や、風味の父親が寒さで弱っていたら、それを食べさせてくれ。よろしく頼んだぞ。どっかのね、薬草、とか薬師さんが、生で食べるもんじゃないって言ったんだぞ。鍋さん。お父さんと孫王のことをよろしくお願いします。粉末じゃないだけマシとか言ってたよね。あて、では。で、場所がですね。いけないのかな？いけなさそうだな、俺。とりあえずここか。アギセス源に。お前は、わしを助けに来たのか？目を覚ませ、クーガ。どうやら神様はまだわしらを死なせてくれんらしいぞ。いかんな。寒さで意識を失ってしまっている。何か体を温めるものがあればよいのだが。はいよ。渡されてきました。おお、ヌークソを持ってきてくれたか。よし、これさえあれば。さあ、クーガ、これを食べるんだ。さすが効果絶大だな。よし、わしも一口いただこう。いや、ありがとうございました。おかげで血が湧き立つくらい全身ポカポカです。これなら村まで帰れます。8の時はこれ食べた人は火吹いてましたけど、さすが王が平気なんだな。孫王もありがとうございました。もし孫王が岩陰に運んでくれなかったら、今頃ここへ死んでいたかもしれません。わしに礼はいらん。わしも寒さに体力を奪われて、ここまで運ぶのが精一杯だったのだ。お前らもうちょっと厚着してこい。ルークスも持たずに雪山に来るとは、わしも浮かせだったわ。いや、それより、このわしが雪山で動けなくなる日が来るとはな。いやいや、そんなことを言っている場合ではない。ルークスの効果が切れる前に、わしらも村に戻るとしよう。ダメよ。お前には礼をせねばな。村に戻ったらわしの家まで来てくれ。はい。
じゃあ戻りますか。あれ、戻ったか。待っていたぞ。お前が村に来てくれて助かった。もしお前がいなかったらと思うとゾッとするぞ。ダルさん、ありがとうございました。おかげでお父さんも孫王も無事に帰ってきてくれました。妻子の帰りに急に吹雪が強くなりまして、雪山には慣れているつもりだったのですが、全く面目はありません。まあみんな無事で何よりだ。そうだ、ギラン、忘れないうちにあれを鍋に渡してくれ。これは私と孫王からの心ばかりのお礼だ。受け取ってくれ。はい。ウルベア菌かね。いや、私たちはこれで。ナベさん、今度うちにも遊びに来てくださいね。あ、無事そう、無事で何よりだ。今この村の若くて強い連中はみんな修行の旅に出ている。その間くらいはしっかり村を守ろうと思ったのだが、わしも年を取ったということか。どうやらも若い頃と同じようにはいかんようだ。そういえば孫王、孫王が村を離れられている間にこんな手紙が届いておりましたぞ。おお、わしにか。わしに手紙など珍しいな。内容は？そうか、あいつが来るか。きっと強くなったのだろうな。何のこと？続き。ちょっと困っていることがあったな。命の恩人に対して気が引けるのだが、一つ頼まれてくれんか。久しぶりに村の武道場の、清めの儀式を行いたいのだが、その儀式で武道場に巻く特別な塩を切らしていたな。特別な塩というのはエゼソルトってやつだ。その名の通り、ドアチャッカ大陸のエゼソル峡谷にある塩湖で取れる。すまないが、そいつを取りに行ってくれんか。もちろん、礼をさせてもらうぞ。よかろう。やってくれるか、さすがは鍋だ。塩湖の入り口付近に山小屋がある。そこに塩を採取しているドワーフがいるので、わからないことは聞いてみるといい。エズソル峡谷くらい鍋なら散歩がてらに行ける範囲だろう。それじゃあ止まったぞ。まあまあ確かにルーラストの多分使えると思うけど、散歩って距離ではねえぞ。ドアチャック、大陸移動よ。とりあえずエーゼソルあった、パッと行けたわ。別に話聞かんでも大丈夫かな。ちょっと出ろう。お、早い。じゃあこの辺俺全く探索してないんだよな。全然戦ってないもんね。これいずれ運ぶつもりの塩なのかな。なるほどね。まあとりあえず戻りましょう。鍋戻ってきたか。エゾソルトは無事に取ってこれたか。はい。おお、手に入れたか。さすがは鍋だ。これがあれば清めの儀式ができる。正式な儀式などもう何年ぶりになるだろうな。ではわしは早速村の武道場へ行くとしよう。鍋も後で見に来るといい。
これを逃すと次にやるのがいつになるかわからんからな。行けばいいのか。先に報酬よこしてくれればいいのに。この場所で我らを見守る戦いの神よ。今日の勝者にさらなる強者との出会いを。敗者には再び戦いに向かう勇気を。そしてその両者に死を恐れず、勇ましく戦い抜いたことへの惜しみなき賛辞を与えたまえ。これで清めの儀式は終わりだ。げえ。いつもはお祈りだけの短いやつだから、こんな本格的なの見たの、本格的なの初めて見た。戦いの前に毎回これをやるのが本当なのだ。最近はすっかり略式ばかりになっているがな。ねえねえ、孫王。お塩ってブワワワーってするのは、お塩ブワワワーってするのはどうして？この場所で戦いの果てに死んでいった者たちの魂を鎮めるためだ。そして、我らを見守ってくれるよう祈りを込めているのだ。かつて、神が見守るこの武道場では、毎日のように想像を絶する激しい死闘が繰り広げられていた。より強いものを生み出し、さらなる高みを目指す。それがこのランガオ村の教えだったためだ。そのために、勝者には全てが与えられ、敗者には残酷なまでに全てを奪われた。それが、村のためであると、誰もが信じていた。だが今は。はいはいはい、俺ら知ってる。今は勝った方だけじゃなくて、負けた方にも敬意を払うんだよね。その通りだ。死への恐怖に打ち勝ち、勇気を持って戦った両者を等しく敬え。それが、今のこの村の教えだ。ランガオ村の子供たちよ。さっき見た儀式とともにその教えを決して忘れずに、強く大きくなるのだ。見ていたか。この村の子供たちはなかなかたくましいだろう。敗者にも勝者と同じように敬意を払う。子供たちがそのことを分かってくれていれば大丈夫だ。きっとこの村を正しい未来へと導いてくれるだろう。おっといかん。鍋に塩を取ってきてもらった礼をまだしていなかったな。遅くなってすまなかったな。さあ受け取ってくれ。この辺の素材はね、もうちょっと早い時期に欲しいよね。でも一応これは結構話進んないとできないイベントなんで、まあいいでしょう。やる時期がね、俺が遅すぎるんだよね。OK。でどんどん行きましょう。ナビか、よく来てくれたな。孫王に用だったか。残念だが、孫王はこのところ不在がちだな。また来てもらえるか。ん？いや、ちょっと待ってくれるか。実は孫王が不在がちなことについて相談があるのだ。鍋が雪山から孫王を救出してくれた日から、どうも孫王は様子がおかしくてな。先日の儀式のように、子供たちに何かを教えたり、自分の役目を人に引き継いだり、次々に身の回りの整理を始めていたな。最初は年を気にされてのことかと見守っていたが、最近はそれも少々行き過ぎているのではないかと感じるほどなのだ。まるで孫王は、この村を出て行こうとでもしているのではないかと思うほどに。思い過ごしであればよいのだが、鍋には孫王が村を不在にして何をしているのかを調べてほしいのだ。
それさえ分かれば、私も安心できる。もちろん、孫王には内密の上でだが、やってもらえるだろうか。なるほどね。おお、ほんとか。恩に切るぞ。そういうことなら、まずは村人たちから目撃情報を集めるのが良いだろう。孫王はどこにいても目立つからな。それでは、よろしく頼んだぞ。なるほど、なるほど。自分も老いたな、みたいな話してたからね。まあ、そろそろ、このね、村を託す、世継ぎを、ね、本当は、ね、見つけなければならないのかな。まあ、それで言ったらね、ね、それこそ、マイユの旦那さんになる人とかさ、まあ、全然別行動しますけど、ソウが村を出ていこうとしてるかもしれないって何をバカなこと。ソウがランガを村を出ていくなんてありえないよ。ソウにはこの村を離れるわけにはいかない理由があるからね。あと口が滑ったね。その理由を聞きたいって言うんだろ。はい。やれやれ仕方ないね。じゃあ少しだけ教えてやるよ。この村のちょっと古い人間なら誰でも知っていることさ。ソウはある人が村に帰ってくるのを待っているのさ。ある人ってのは誰かって？それは私の口から言いたくないね。それを知るときはソウから直接聞くんだね。ソウの居場所なら武器屋の横の階段の先に進む。コッシャバーさんが知ってるだろうさ。なるほど。ここね。このばあさんか。さっき村の外に出ていくイソンを見かけたが、悩みがすぐに顔に出るのは子供の頃からちょっとは変わったらんな。ん？ソンの居場所をわしが知ってると、ジェラルから聞いたちょっと。やれやれ、あいつも口が軽いの。まあ、よい教えてやろう。孫王ならランガオ山地の洞窟にある、南東にある、ダズの岩穴と呼ばれる洞窟じゃ。ダズの岩穴の採用まで行ってみるがいい。なぜそんなところにいるかは行けばわかる。自分の目で確かめるがよかろう。はい。獅子門から行った方が早いかな。全然道違った。さて、まあね、さすがに自ら命を絶とうとか村を出ていこうとかそういうことは考えてはないだろうけどね。石みたいな。私も随分年を取りました。何しろあれから20年です。あなたの血を引く息子が極限まで鍛え上げてわしを殺しに来ます。きっと想像を絶する強さでしょうな。わしは逃げも隠れもしません。今持っている全ての力でただ受けて立つのみです。鍋か。こんなところで一体何を。なるほど。大方ギュランの奴が探させたのだろう。まったくあいつは心配性だな。ギュランは子供の頃から体が弱かった。だが、生来の負けず嫌いでな。体が弱い分、とにかく熱心に勉強した。その甲斐あって、今ではオーガの中では飛び抜けて頭がいい。わしはあいつのそんなところを気に入って側近にした。
しかしギュランに心配をかけたのは無理もなかったか。ナベよ、この墓はな、わしが若い頃互いに切磋琢磨した兄貴分の墓なのだ。なお、ガガベスと言った。わしなどよりもはるかに強く、史上最強のチャンピオンと呼ばれた村の英雄だった。わしは何度挑んでも、全くガガベスに歯が立たなかった。だが、ある日の試合でのことだ。わしの拳が吸い込まれるようにガガベスの溝落ちに入ってしまった。それは、ただの幸運な一撃に過ぎなかった。だが、ガガベスはその一撃によって、そのまま舞踏場の上でこの世を去ったのだ。あまりのことにわしは唖然としていたが、新たなチャンピオンの誕生に村の人々は湧き返った。当時のランガオ村は何よりも、勝つことこそが尊ばれた時代だったのだ。そして、敗者には残酷な仕打ちが与えられた。英雄だったガガベスの地位は、死によって一瞬にして地に落ちた。ガガベスには奥さんと息子がいたが、それ以来、弱き者の家族として虐げられ、ひどく、貧しい生活を強いられたと聞く。苦労がたたってか、奥様数年後に亡くなり、息子が一人残された。その息子の名はガガイ。当時、まだ6歳だったガガイは、ある日、わしの前に来てこう言った。いつか、必ずお前を殺す。そのために、どんなことでもする。とな。今から20年前のことだ。ガガイはそのまま村を出て行き、ずっと生きているかどうかさえわからなかった。そして、お前に助けてもらったあの日、そのガガイから手紙が来たのだ。手紙にはただ一言、こう書いてあった。お前を殺しに行くとな。わしは老いたが逃げも隠れもせん。むしろこちらからガガイのところに出向いていこうと思っているのだ。勝つことは難しいだろう。だが、わしは持てる力のすべてをかけて、奴との勝負に臨まねばならん。いらぬ心配をかけたくない。このことは、ギュランや村の連中にはどうか黙っていてくれ。これが、わしの最後の戦いだ。すっかり長話になってしまったな。さあ、村へ帰ろう。ギュランにはわしの方からうまいこと言っておく。とにかく、ここでのことは黙っていてくれ。これは、わしとお前の約束だ。よいな。なるほどね。ね、正々堂々とした戦いの決着だから、それに対してね、どうこういう権利は、誰にもないのかもしれないけど、まあ、それでね、残された者がいるっていうとね、まあ、その残された者から出してみたら、どういう状況でそのね、大切な人を失ったかっていう、その理由とかはどうでもよくて、奪った相手は誰なのかっていうのが結局多分、強くなっちゃうんだろうな。さあ、じゃあとりあえず、どんどん見ていきましょう。とりあえずね、一本まとめて取って、後で分ける方が楽だということに最近気づきました。総合から聞いたの高い、ドライムに草木の観察に出たところ、鍋にあって戻ってきたと。どうも釈然としない話だが、本人が言うのだから仕方あるまい。とにかく礼をしよう。これを受け取ってくれ。こういうことにしたのか。それとソーンが手もかけさせた呼びに、この家で体を休めて行けと言っておられる。せっかくだから恩義を受け取るがいい。そんな何もないけどな。まだ戦闘系の依頼も受けてないし。